ギュンター・エフ・ウェントは、ドイツ生まれのアメリカ合衆国の機械工学者である。アメリカの有人宇宙飛行プログラムに関わったことで、知られる。当初は、マクドネルやクラフト社の社員で、後にノースアメリカン・ロックウェル社に引き抜かれた。マーキュリー計画と、ジェミニ計画のすべて、およびアポロ計画の有人フェーズにおいて、ケネディ宇宙センターの発射台での宇宙船の、閉鎖クルーを担当した。 ウェントの正式な称号はパッドリーダーだった。ウェントのドイツ語での読みはベントであり、ト米語は英語風にウェントと読まれるようになった。NASA のドキュメンタリー映画では、ウェントは白い服を着て、蝶ネクタイをつけ、白い帽子をかぶり、メガネをかけた痩せた男として登場する。通常はハッチの近くに立ってクリップボードを手にしているか、 着席している乗組員をかがめさせ、打ち上げのための安全ハーネスを引っ張っている。ドイツのベルリン出身である。機械工学を学び、第二次世界大戦中はナチスドイツのために戦い、ドイツ空軍の夜間戦闘機で航空機監視を務めた。また、戦争の間に航空機の建造について学び、4年間の見習いを終了した。ドイツの敗戦後、 占領下のドイツではエンジニアの雇用機会がほとんどなかったため、ウェントは1949年にアメリカに移住することを決めた。両親の離婚後アメリカに移住していた父とミズーリ州セントルイスで合流した。防衛産業の受け負い業者であるマクドネルエアクラフト社は、ウェントをエンジニアとして採用することに関心を持っていたが、同社がアメリカ海軍と契約していたため、 ドイツの国籍を有する者を雇用することができなかった。ウェントはトラック整備医師の仕事を見つけ、1年以内に整備店の店長になった。1955年にアメリカの市民権を取得し、その後間もなくマクドネル社に雇用された。発射台のホワイトルームに到着したウォルターシラー、宇宙飛行士と握手を交わすウェント・マクドネル社のエンジニアとして、 ウェントは1961年以降のマーキュリー計画とジェミニ計画の有人宇宙飛行でケネディ宇宙センターの発射台での準備を監督した。宇宙飛行士たちからはウェントは幸運の人物とみなされるようになった。宇宙船のハッチを閉めるウェントは宇宙飛行士が打ち上げ前に見る最後の人物であり乗組委員と冗談を交わす顔は頼もしく見えた。ウェントは 乗組委員の乗り込みと固定、宇宙船の係争、スイッチ、制御が発射に適していることの確認、ハッチの固定を担当する発射台のホワイトルームの最終責任者だった。ウェントの許可なしにホワイトルーム内のものに触ることは許されなかった。私が偏教だなんてことはありません。私のやり方でやれば全く問題はありません。ウェントかつて頑固なエンジニアがウェントの許可を得ずに、 勝手に宇宙船の設計を変更しようとした。ウェントは警備員を呼び出して、彼を連れ去らせた。男がエレベーターにやってきて、彼は、あなたは私に手錠をかけられたいですかそれとも一人で行きますかと尋ねました。そのエンジニアは顎を落としましたが、彼は連れ去られました。このシステムは間違っているかもしれませんが、私はそれでかなり良い成功を収めています。 うまくいかないなら私の方が出ていきます。妥協することはできません。ウェントユーモアのセンスで知られるピート・コーナット、宇宙飛行士はかつてウェントについて次のように述べている。ギュンターと仲良くするのは簡単です。あなたがしなければならないことは彼に同意することだけです。マーキュリー計画の宇宙飛行士のジョン・グレンはウェントのことを親しみを込めて発射台の相当と ドイツ語混じりの英語で呼んでいた。これは発射台クルーに対する効率的で規律がありながらユーモアのあるリーダーシップに敬意を表したものだった。危機の構成管理と安全への取り組みに対する彼の厳格なアプローチは宇宙飛行士に歓迎されその尊敬を集めた。グレンのマーキュリー計画での飛行の前にウェントはグレンの妻を安心させようとして次のように言った。 兄我々は、ジョンの安全な機関を保証することはできません。これはおそらく嘘です。誰もあなたに、これを保証することはできません。関係する機会が多すぎます。私があなたに保証できるたった一つのことは、宇宙船が離陸するとき、それは、打ち上げのために、可能な限り最高の状態にあるということです。万が一、宇宙船に何かあったら、事故のことを話して、 まっすぐに私を見て、私たちは最善を尽くしたと言ってもらいたいと思います。そうすれば、私の両親は明確になり、私のガイドラインがどこにあるのかがわかります。1967年1月、NASA はアポロ計画の受け置業者をノースアメリカンに変更した。しかし、ウェントはマクドネル社に在籍したままだった。そのため、この期間に発生した、 宇宙飛行士3人がテスト中に死亡したアポロ1号の火災事故には一切関与していない。事故後、実際にはウェントは事故現場にいて致命的な問題を把握しており、それが入っていれば悲劇を回避できたというものが何人かいた。しかし、ウェント自身はそんなことは誰も信じないだろうと思っていた。私はそのことを非常に重大に受け止めており、それがおそらく 私がそこにいなかったということを意味しています。LC-39A のホワイトルームにて、アポロ11号の乗組員とウェントアポロ7号の船長でマーキュリー計画とジェミニ計画も経験しているベテラン宇宙飛行士であるウォルター・シラーは、アポロ7号の発射台責任者をエントに担当させることを主張し、主任宇宙飛行士のドナルド・スレートンに、ノースアメリカン社に、 ウェントを雇わせるよう説得した。それが叶うと、今度は、ノースアメリカン社の副社長兼、ゼネラルマネージャーであるバズ・ヘローに、ウェントのシフトを深夜から昼間に変更して、アポロ7号の発射台責任者を担当させるように、シラー自身が、個人的に説得した。アポロ7号のハッチが閉められ、ウェントの顔が見えなくなると、乗組員のドン・エーゼルは地上に対して、ドイツ語なまりの英語で、 アイ、バンダービル・グンター・ベントと通信した。他のアポロ計画の宇宙飛行士もウェントに対して高い敬意を表し、ウェントはスカイラーブ計画やアポロソユーズテスト計画のミッションにおいても発射大責任者であり続けた。KSC で初期のスペースシャトルの飛行に関わった後、1989年に引退した。ウェントの妻ヘルマは40年以上の結婚生活を 経て1993年に亡くなった。ウェントは後に、いくつかのテレビや映画において、技術コンサルタントを務めた。2001年には、ジデン・ザ・アンブロークン・チェーンをオラッセル・スティルと共同執筆した。また、多くの初期の宇宙飛行士との個人的な友人であり続けた。ウェントは、2004年のパレード死へのインタビューで、テレビドラマ、 シアーズの俳優ジョージ・ウェント宛てのファンメールが時々届くと述べた。ウェントは2010年5月3日、フロリダ州メリット島の自宅で、うっ血精神不全と脳卒中により死去した。死去の時点で、娘が3人、孫が5人、創尊が1人、幻尊が1人いた。ウェントは、NASA からの感謝状、シルバースヌーピー賞を受賞している。2009年に、 ナサ障害厚労賞を受賞した。2009年にカラルアルト天文台でドイツの天文学者フェリックス・ホルムスによって発見されたメインベルト小惑星429,033はギュンター・ウェントと命名された。ウェントはアメリカの宇宙計画に関する多くの映画やテレビ番組で描かれている。ありがとうございます。